もうやめてくれ。もう。この町で喧嘩運ならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてる時は特にな。サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもう。いいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝まで。ねね。なんだてめえ。いてんぜ。おい、ちょっと待てよこれ。おいてめえ、ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ土下座。おい、よしよ、よせ。ああ、いや、その…どうも、すみませんでした。よ、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に、本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。まっ、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。取っとき。ありがとうございます。しか
しバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃあこれでなあ、うちに来ねえか兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食っていい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え、手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな、俺はヤクザになったことねえからわからねえ。まあ気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃあ。ちっ、金貸しが偉そうに。めんどくせ。後で返すっつってんだろうが。ああ困ります、勘弁してください。ごちゃごちゃうるせえんだよ。いいからさっさと出せ。誰か助けて。
誰かこっち来んぞ。なんだよ、見てんじゃねえぞ俺。おい、ヤクザじゃねえのかそいつ。バカ、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。え？だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんでな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ！ほら！相変わらず容赦ねえな。ニシキ、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ねえ。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になっておくさ。へえ、ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな。
極道商売にある程度見栄が必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ。堅気のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。やつらにとっちゃ外見が全てだ。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。行くぞ。ちゃんと出入りしてるか。当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。でその手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われ、ついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキーのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうか、そう思わねえとやってられねえだろう。なんだ。今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。
さあ行くか。行くぞ。そりゃないだろ。どこ行こうか。それでよくね。次の花金に行こう。よろしく。相変わらず品のねえ町だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この甘露町って町は。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか、錦山くん。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。あ？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日。後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけど。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山君。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。
いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道やるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ。違うか。なるほど、そうかもしんねえな。さあ店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。